来た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 。これはファットボーイですね。突撃 YouTube 始まったよ。はい、ということで皆さんいつもご視聴ありがとうございます。はい、今日紹介する車両はこちら。来た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 。これはファットボーイですね。ファットボーイで合ってますよね。合ってます。うへい、どうも紹介します、若さんです。どうも、イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろ聞きたい部分いっぱいあります。はい、なんでございます。まずね、タンクすげえ可愛いんですよね。丸みの中にこうラインが入って、これ2つに分かれてるやつ。分かれてない。分かれてないですか。分かれてないです。分かれてる風に見せて。ああ、はいはいはい、分かれてる風ですよね。風です、ね、風です。これじゃあ何リット入るんですか。これ10弱かな。あ、10弱か、うん、じゃあ結構走れますね。走れます。とりあえずちっちゃく見えるけどいっぱい入るの作ってくれて。このエンジンは何ですか。エボリューション。エボリューション97年の最終エボ。これキャブも CR キャブですよね。ササッサッサンダンス。ササッ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 サンダンスか。あー、そこに書いてありますね。サンダンス、はい、これはティアドロップのエアクリのここをカットしてもらって、はい、空気の入りを良くして。どれだけ吸わしたい。いっぱい吸わしたい。とにかくチューチュー吸わせたい。すげえな、吸わせたい。この辺もやっぱそういうこだわりがありますよね。やっぱ吸えばね、吸えばそれだけ開けられますからね、うん、そして、マフラーもまたこれこだわりが強そうだな。そうですね、マフラーもワンオフで作ってもらいました。ワンオフ2本がビシッとくるラインで、はい、でこっからずっとまっすぐのとこのクロスの感じを出してくださいと。これかっこいいんだよな。これもワンオフでつけてもらって。実はキックペダルのアームを3つハイステップとして使って流用してますね。ブレーキはもともとカスタムはどこでやってます。埼玉県加須市の予作っていうお店ですね。予作って成しょべさんも成しょべさんも一緒のところですね。木を切る方じゃないです。予作は木を切る。メーターとなんかこう移設してますもんね。移設してるでしょ、これは。そうだね。これはもうこれはこういうキットが売ってて、はい、それではめ込んでるだけ。ミラーじゃねえ、これ何でしょ。ナンバーテールライトもね。テールライトもおしゃれなやつつけてんね。これそしてワンオフですよね。そしてはワンオフです、ね、来たね。ワンオフやっぱもともとやっぱ縦ナンバーにしてたんで。はいはいはい、いけない。それをね、取り下ダメなんですね。ダメになっちゃったんでここ切ってもらって、はみ出しをなくしてもらって。そう、ここが気持ちいいんですよ。これクリスタル。そうそう、クリスタル。クリスタルこことかなんだ。これもともと最初からこういうファットボーイって、でもなんかこういうのついてましたよね。ただ、はい、買った時は前のオーナーさんがトリプルっつってちょっと前に伸ばしてて、これがなかったんだけど、こっちにしたくてまたわざわざ戻してファットボーイの元々の形に戻した。このライト、この前ツーリング行った時トンネル走ってたら、バカさんだけなんかライト天井に映ってたの。天井照らしてる。天井黄色い輪っかがこうやってずっとトンネルのね、前をいつも照らしてる。全くこれのね、果たしてないですよね、うん、果たすことできるんですか。できますよ。あ、できるんだ。やりますか。できる。やってみてください。ちょっと動かしてみてください。動くの、これ。動くわ。うわ、めっちゃ動くわ。夜になると下まで下げられる。これは夜仕様。ああ、なるほどね。モードによって変えてんすね。昼間仕様。昼仕様。はいはい。コンパクトに。コンパクト。いや、皆さんそういうカスタムしてるんですよ。これハンドルは？ハンドルは、はい、これは既製品のやつを黒く塗ってもらっただけ。サイズ感がすごい良かったんで、ぴったりと来たんで、そのまま使わせてもらいましたね。いいっすね。まあ、やっぱ皆さんやっぱハーレーの人たちは多いですね。グリメカやっぱり。そうね。これコンパクトで可愛いですよね。コンパクトで可愛い。うん、グリメカ。ちょっとここで一個なりしょべワンポイントいきましょう。まずこのタンクの作りってどうなってましたっけ。これはですね、もともとこう2つに分かれてサポット、これを合わせてこう全部に溝を入れてってキュッとこうコンパクトにする。だから上は透明で容量が入るようになってるんだけど、下をすごいタイトにしてることによって小さく見える。ここは多分ショップの人もすごいこだわって作って、二度とやりたくないって言ってます。だからできるこの絶妙な美しいライン。ああ、一番そこからの角度が好きです、うん、右斜め後ろからね。ラインはこれは僕の中ではすごくエロいと思います。なりしょべポイントを聞くとね、この車両の凄さっていうのがじわっとこう、うん、出てきますね。そうだね、はい、ここからのカスタムポイントとしては、うん、
こっからこう、ここをちょっとチェンジしていきたいなっていうのが、はいはい、次のこれからね、これからの展望ですね。若さんの車両をまた紹介できたのは僕も嬉しいですよ。適当もね、すごいいいので余計だねただのプロの確信ですただですね、なんといっても乗ってるところなんですよ。僕としては見てもらいたいのは、あ、確かに先日の成江坊くんの負けじとウンチングスタイルで、その個性的なうんこスタイルの乗り姿っていうところがポイントの一番かなとですよね、うん、思うんです。ということでまたがってエンジンつけてもらいましょうかね。うわー来たねー。うわー、もう一回いいですか、駆け上がらせてもらっていいですか。あ、いいね、この心に響く音っていうんですかね、最高だなこれ。音やばいねやっぱね。三拍子いいっすね。三拍子出てるね。テケデン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 。すごい綺麗、いい音してるわ。ありがとうございます。はい、若さん、はい、いつものプレゼントがありますんで、こちらステッカーを若さんにプレゼントいたします。家に持って帰ってもらうなりなんなりしていただいて、煮ても焼いても何でもいいんで、お願いします。ありがとうございます。チューブよろしくね。ということで今回は和賀さんの車両紹介でした。和賀さんありがとうございました。いいえ、じゃあ和賀さん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。キッシュチューブ、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターやっておりますので、皆さんフォローよろしくお願いします。それとこの動画が良かったなと思いましたら高評価と皆さんチャンネル登録をまたよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではバイバーイ。バイバーイ。